どうも、山神です。さあ、今日はついに竜王討伐に向かいたいと思います。もうすぐそこなんですけどね。あっちに行く方法がわかりません。まあ人生って大体そんなもんよね。欲しいものは目の前にあるのに手を伸ばしても届かない、そんな状況が続いていますが、条件は揃ってるはずなんだよ。そうだよね、虹の雫も手に入れてるし、だからこれを有効活用する方法がどっかにあるんだよな。まあ、橋を架けるっていうぐらいだから川沿いだとは踏んでるんですけど、あっちかな、あのリアス式海岸みたいなとこ、きっとそうだよね。あっちまでまた向かわねばならぬのか。竜王様のもとにテクテク進んでいきたいと思います。こっちじゃなかった。竜王はもうずっとお城にいるのかな。もう引きこもってる。いざ勝ち込んだら留守でしたとかそういうことはないのかな。もう全部お見通しか。山神がついに今日来るぞ、俺も準備しとこうとか言って、あっちもレベル上げてたらどうしよう。まあ見た通りね、レベルは20まで引き上げてきたので、まあ怖いものなんてないでしょう。だって毒だってもうルンルンで通っちゃうんだから。ゴースト HP と MP、 あ、毒がさ効かなくなったのはあれのおかげ、ロトの鎧のおかげなのかな。ロトの鎧めちゃくちゃ強くない？もう残しといてよ。僕が生まれた瞬間に枕元に置いといてくれてもいいじゃないか、ロト。なあ、そうは思わないか。人から人へ渡り歩いていったって言ったから、点々としたんだろうな。歴史が詰まっている。あ、ルンルンで。ほれ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 、ほれほれほれ、スキップで。いけちゃうぞ。ここ直進だから明かりなくても歩けるようになってきたぜ。すごくないか。どれだけこの国で生きてきたんだろうな僕たちは。ほら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 、明かりがなくとも明かりがなくとも勘でいけるのよ。ほれ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 ね。松明すら温存しておく。でこっち側だよな、きっとここだよな。ここがもうほぼつながってますって感じだよな、竜王の城な。ここで使うってできる？虹の雫使う。天にかざした。はい。はい、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 はい。だと思った。リアス式海岸。あー、橋作ってくれてん。新たなエリア開放行くか。よし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 。バンバンバトルか。このまま行っちゃって大丈夫だよな。とりあえず行ってみようか。ほうほうほう、橋かけちゃったぞ。いけるか？いけんのかよ。一発だぜ。騎士すら一発だぜ。竜王どんな攻撃してくるんだろう。まあ、ドラゴンっていうぐらいですからね。火は吹いてもらわないと困りますよね。困りゃせんけど。いや、ここのキメラ強くないか。ちょ、やめろよ。やめてくれよ。ここも毒もなんとやら、ロトの鎧を、そうだね、ゲットしてなかったらここも、ああ、とか言いながら進んじゃったんだろうな。お、階段を1段、そして2段、上がらせてくれない。そんな簡単な話ではない。さっさと行けって思ってる？わかったよ。行ってやろうじゃねえか。城、入るよ。城も、結構ビビリなのかな。お城を毒で囲ってるから何人たりとも寄せ付けないみたいな、結構小心者だったりするのか。来ちゃったぜ勇者が。はあ、かっけえ。なんだこれ。あ、うわ、ちょ一周ぐるって回ってみる。ここはモンスターは出てこないのかな。はあ、なんか落ち、あー、王座があるぞあそこに。ドラゴン、お前のご主人様はご在宅かね。強い、やめてくれよ。でもロトの鎧が強いな。全然ダメージを受けぬ愚か者め。よし、あんまり煽るな敵を。火吹かれるぞ。いない、おるすかな。いないな。ここは鍵で開くのか。あー、開く開く開く。ちょっとあっちの、なんかあっちにも同じような左右対称の作りがお好きっぽいね。シンメトリーだ。ああ、悪魔の騎士だ。お前は、いけるか。山上ちゃん。もう全部の攻撃、会心の一撃でいい。眠らそうだ。こいつは眠らせてくるんだったわ。眠らずいけるか。ああ、しゃ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 。ああ、しゃ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 。うろちょろせずさっさと行った方がいいのか、これ。で、僕はうろちょろしちゃうよ。止めたって無駄さ。
あ、強いな、もう集大成って感じだな。手こずった敵がバンバンに出てくるけれども、ひよるなひよるな、いけるいけるよ、鼓舞していけ。ここで別にな、隠し扉があるとかそういう感じじゃないもんね。え、こっちも開けれるのか。行くか、あ、このトラップ。王様、体力は大丈夫、行くか。はい。ロトの鎧はこれすら、これすら無効化してくれるのか。じゃあ、ルンルンだぜ、ルンルンだぜ。うわ、悪魔の騎士、眠らされたら終わりか。いや、ね、MP は温存しといた方がいいと思うから。寝るな、山神ちゃん。絶対に寝るなよ。お姉さんと約束してくれ。えい、眠らせても来ない。終わりだ。よし、よし。はい、眠らなかった、眠らないよ、もう眠らないよ、一生眠ることはないよ、僕に夜はやってこない。あ、これもロトの鎧のおかげ。ロトどんだけすごい人だったの。お会いしとうございましたわ。はい。ここであの部屋につなぐ、え、何急に、え、地下入っちゃったじゃん。今松明持ってきてないしね、呪文で明るくしていくか。地下はぁ、あ、結構長いダンジョンだったりしたのか。地下室に入るとは思わず松明買ってくればよかったかな。行き止まりじゃねえか。くそー、くそがよ。あ、レベル上げの時に気づいたんですけど、炎の剣を道具として使うと MP を消費せずにギラっぽい技が出ることに気づきました。素晴らしくないですか。全部これでいいじゃんね。ああ、ベホイミして回復して自分だけ傷を癒すなんてことはさせん。押しになさい。おお、強くない？マジか、地下のキメラは強キメラじゃん。なんか地下にお宝があるんだろうな。ここまで苦戦させてくるということはな。こっちじゃなかった。ああ、こっちじゃない。一本通行だったよな。一本通行？あそこにお宝がある。こっちの扉じゃなかったっていうオチじゃない。ちょっと一回戻ろう。ヘイ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 、魔導士、お前と遊んでる余裕はない。大魔導か。いや、魔法トーンだって。山神には何もかも聞かん、バカ。よしよし、そういうことか。だから同じような扉が2枚あったわけ。こっちじゃないよ、山神ちゃんって。モテ遊びやがって。そうやっていつだってモテ遊ぶのよ。ほんと左右対称が好きね。調度品も2本ずつ立ててあったし。こっちか。こっちの扉入ってみてもいいか、地下。はい。明るくすることは大事だよな。こっちも同じような作りだったらどうしてくれる？あ、行き止まり。上から攻めていったら、行き止まりじゃない。こっちが正解だったようだな。会心の一撃。全部会心の一撃になんないかね。でもそれが会心じゃない。なんだこれ、炎がある。会心とは何かって、こっちも行き止まりじゃない。ドラゴン、ちょっと道案内してくれないか。お宝をそうやすやすとは取らせてくれないってコトゥー、コトゥーですか。行き止まりだ。なんか違うのか。あっちに繋がるにはどう行けばいいわけ。だって行き止まりだもんな。どっちの扉からも繋がってないじゃない。はぁ、あ、あそうだよな、下だってな。あ、やばい、もう効力が切れてきた。呪文の子一旦出る。何かが違うのか。どういうこと。ちょ、一回地上上がって作戦考えよう。MP も回復できる薬草とかあったらいいなって思いました。はい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 。王座のある部屋行っちゃっていいのかな。んー、ドラゴン、いいのか。俺行っちゃうぞ。僕行っちゃうぞ。おい、なんとなくあの中央の部屋は最後なのかなって思って。この左右の扉はマジで何も意味ないフェイクだったってこと。お竜王、そりゃないっすよ。そりゃなくないですか。こっちも行けたもんね。うん、ここ細い道通って、キメラキメラここね。あ、行けるんだ。もう行っちゃっていいの。現れない竜王。地下ダンジョンはそんなに意味をなさないのか。来たよ。現れる。
何？なんか用事？え？はい。山上は自分の足元を調べた。何かあるのか？王座の後ろから風を感じる。隠し通路。え？え？風感じちゃう？え？はあ。なんと階段を見つけた。地下にいるのか。現れた。行っちゃいましょう。へいへい、なるへそなるへそね。ここが正規、正解ルートってこと？あ、もう洞窟を明るくすることで MP を消費しちゃう。あ、おー、へい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 、鍵持っててよかったぜ。んで？んで？んで？んででしょ。宝箱あったよな、確かな。それを取れってこと。ほう、ほう。まあ、まあ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 。回復もできるし、ゆっくり進んでいこう。ゆっくりなんて言ってる場合じゃないの。だからこっちは行き止まりだ。はい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 。もうノンストップで行こう。ノンストップ。ノンストップ。あっち。ああ、あそこ間違いの階段ね。どこだっけか。ドラゴンすごいいるな。ドラゴンばっかだな。この国はよ。でも最強の武器防具だからサクサクいけますね。サクサク。もうこの洞窟でレベルまた上がっちゃうんじゃないか。自分の成長を感じるまで。あ、もっと従んの？もっと従んの？そういうことじゃんか。ああ、やばい。急げ急げ。タイムアタックだ。どんどん視界が悪くなる。邪魔をしないでくれ。もっと下下下下下？下な感じですか？言うてそんな分かれ道はないか。テクテク進んでいけば階段は見つかる？どうしよう。いつもと違う色のドラゴンだ。絶対強いじゃん。おい。おい。キース。ヘイキース。そうでもないな。攻撃力もまあ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 。まあ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 ね。100を切ると結構、今か。一発目から会心出したらすごかったよ。はぁ。HP100 切るとさすがにビビっちゃうな。ビビっちゃうから。あ、なんか、あ、床の色が違うところが、素敵なところって聞いている。もうキースやだ、キースやだ、キースやだ、キースやだねー。キースはやだねー。お、やめろよ、キース。99は辛いって。え、あ、また下が、下行っちゃっていいか？もう、知らん顔が多いな。予習してない。予習してないよ、ストーンマン。お前、普通に行ける？弱くあれ。弱くあれよ。お強いよね。そりゃそうよ。そりゃそうよね。いや、行けるか。どうだ？あーい！あーい！結構です。そうか、そうか、そうか。定期的に薬草も食べとかない。結構長かったな。舐めてたな。竜王の城、そりゃそうだよな。ラストだもんな。3桁にはしとこうか、HP。もうさ、下がっちゃっていいか、ちょっと一旦下に潜り続けますね。えんでじゃない？あ、広いとこ出た。視界が悪くなっちゃったね。松明がこんなに、おーい！松明が必要なら必要って言っといてよ。松明であれ。ああ、今はお金より松明の方が嬉しかったりするかも。あ、薬草か。薬草はいつ何時も嬉しい。しけてんな。500ゴールドかね。え、もっとあっちにも階段がある。上に登る？広いな、ここ。あ、広いな。広いな、悪魔の騎士。ほいほい。広い、広い。ここでドッジボールができそう。下にまた行けるぞ。え？え？へえ、下下か？下下でいいのか。下、行ってみよう。見つけたらもう見失うから。ほう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 。こっち、こっちは小部屋かい、フェイク。フェイク階段はもうよしましょうよ。やめましょうよ。時間がもったいない。時間がもったいないよ。命がもったいないよ。あ、上だ。違うな。ここじゃないということは、外れを引いて当たりを見つける。もっとこっちにあるじゃん。こっちが正解なんだろ、キース。ヘイ、キース。こっち、でも下になんか、あ、もうないね、何もない。はい、下がります。下がっちゃいまして、ふんふんふん。どっちから行こうかな、ま、はい。今、地下何階なのかも覚えてないよ。え？
上がるのか、上がるのか、こんだけ下げといて上がるのか。え、一旦上がってみる。上がろう。上がって、今なん、ああ、下がっちゃった。え、ここはまた、さっき来た道？上がっても今な、あ、ま、な、なになになに、すぐ上げて、上がって上がっ、上がっちゃ、ええー、あ、ここにたどり着いたぞ。あ、床の色が違うとか言ってたもんな。一周ぐるっと回って、上に上に階段が続いてるだけだな。逆に地下と思いきや上にいるのか、竜王。あ、宝箱だ！わーい、ロトの剣を見つけた！やるじゃん！やるじゃんかよ！装備しよう。装備しようね。ロトの剣。あー、跳ね上がるじゃないですか。炎の剣も強かったけど、こりゃ、つけないことはできないでしょうね。よし。ロトの剣。いや、こいつはもっとサクサクいけちゃうじゃないか。はい。なるへそ。あ、覚えてる。どんどん下がっちゃっていいんだな、ここは。オッケーオッケー。いやー。な、見落としてる。宝箱もありそうで怖いな。歩いたところがピンク色に光るみたいなことをできたらいいけどな。どこ歩いてるかもわかんなくなっちゃうよ。へい、レベルこんな時も上がっちゃったよ。参ったな、参ったな。倒せる気しかしないぜ。はいはいはい。んで、今はね、ルンバですらね、自分が掃除したとこ目視できるっていうのにね、ここ下がっってないんだよな、確かな。そうだよな。で松明をください。で松明。あ、一本道だったの。一本道だったよね。ダース、キース&ダース、キースダースと来たらもうバースがいるだろう。おーい、助っ人外国人、キャー、くそ、まあ HP 大丈夫だな。いや、本当に松明持ってくればよかった。地味に聞いてくる。この MP の消費がサクサクいけってこと？分かったわよ、言ってやるわよ。ヒステリックになっちゃうんだからね。何さ何さ、次もまた一本道か。また一本道で案内、ご案内。ストーンマン、ご案内。どう？ロトの剣を受けてもらおう。おじいちゃんパワー、ストーンマン強いね。分かってた分かってた。もう押しになさい。よし、まあ、3発。はい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 。なんだここ。あれ、さっきここ歩かなかったか、ストーンマン。俺は、あれ、何かを間違えているのか。自分を見失っちゃうよ。あれあれ、ここ俺歩いてない？さっき来てない？そんなことない？そんなこと歩くない？ずっととここ歩いてないか。見たことあるよ。死神の騎士。うるせえ、こっちは山神だ、バカ。バカが、絶対強えな。ベホイミ。ベホイミ、僕もベホイミ使いたいのに我慢してるんだぞ。ピピピピピ。何かここずっとぐるぐるしてない？なんだここ違うな、違う。出口がある？ないじゃん。行くしかないじゃん。違う道がある？何ここ違うな。ちょっと同じ階段をまた上がったらどうなる？なんか違うとこ出れた。よかった。同じとこぐるぐるしてたよね。ぐるぐるドッカンつってね。これ逃げれんのか。うまいこと逃げれたりもする。こっちは歩いてないな。記憶との勝負だ、山神ちゃん。頭が痛くなってきたよ、キース。キース、さっきダースに会ったよ。お前のお兄ちゃんか。色違いやっぱレア感あってかっこいい。どんどんかっこいい色にな。なんだここ、なんかちょっと、おごそかな建て祭られては。ここ来てないね。来てないよ。進むよ。行くよ。行ってるよ。いいね。一本道。あ、怖い。またあの永久期間に。無限ループ編に突入したら泣きそうになっちゃうからやめてくれ。ちょっと怖いわ。地図欲しい。地図があってもうまく読めないけど。
ああ、一本道だったな。大丈夫か。ここ降りてみるか。どこに来たんだ。おお、広いとこ出たね。広いとこ出たね。ストーンマンしつこいな。これ合ってるのかな。不安になるよ。不安になったら泣いちゃうよ。全然余裕。泣かない。泣かずに。竜王いるのか。な、いそうな。またここは、ドッジボールコートが二面できるぞ、こりゃ。もうわーだね。死神が結局一番厄介かもな。薬草食べといていいか。いいよいいよ。99か。ちょ、不安な数字。不安な数字だ。何もない。へこみ。あっちにあったな。降りちゃうか。また降りちゃうよ。降りちゃって、竜王。思ってたドラゴンとちゃうな。デビルマンみたいなやつなん？デビルマン通じる？あいつだな。来た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 。ここまで来たしな。ちょ、セーブしといていいか。そうだな。ここまでたどり着いた証を記しておこう。これが遺書になりませんように。ここにもドラゴンはいる？わ、いっぱい。めちゃくちゃ宝箱ある。あいつの倉庫を襲ってやろうぜ。そうしようぜ。ここには何もないな。へへへ。あいつのお宝を全部独り占めじゃき。洞窟ダンジョン楽しかったな。こっちか。わかりにくい、お前の城。俺に、立て直させてよ。外に出たな。倒していこう。もう死神は経験値、ベギラマ。俺も今ベギラマ出せるけど、出さないで置いてやるよ。うれ、竜王にとっとんねん。外出た。外出たな。遊び心があるわ、この鬼は。竜王の、部屋ついちゃうんだ。ここね、ダースドラゴン。離れなんだ。竜王の部屋。ちょっとおしゃれな、小粋なことして。そういうことだよな。あの部屋入ったらもうジエンドな気がするわ。そうね。繋がってるわ。ちょっとまだ早いわ。宝箱泥棒してからじゃないといけないよね。なんかいけるわ、今日、ちょっと、いいわ。すごい気分がいいの。どうしてかしら。強くなったからかしら。世界が広い。あのお宝の部屋にはどうやって行くんだ。ここから出てきましたと。こっちか。東大元暮らし、まっすぐ進めばよかったんだ、最初から。ほい。もう目前だぜ。貴様の宝箱全もらいだ。よっしゃ。呪いのベルト。呪い？ちょ、待って。何かを捨てるには、リスクがでかいベルトだな。不思議な木の実。何も拾えないじゃない。炎の剣やろ。もう、捨てるのは忍びないな。王女の愛か。やっぱ捨てるとしたらこれしかないだろう。バカを言うな。やめとけ。魔法の鎧いいか。はい、捨てちゃいましょう。で、木の実はすぐ使う。はい、最大 MP が今上がってもな、回復できないからな。ポケットがパンパンだぜ。薬草見つけた。薬草ナイス。はい。お金ナイス。420円入れとくって。円っていうかゴールドだけど、420ゴールド入れとくって貯金箱だったのかな。ごめんな、竜王。中空っぽかよ。くそ、入れとけよ。何かしら入れとけよ。鍵を見つけた。ほう。土壇場で鍵。空っぽがちょいちょいやるぞ。ああ、お金501円。はい。キメラの翼を見つけた。手に入れた。キメラの翼ね。ワンチャンここでお城に帰ることもできるよってことか。いや、キメラの翼。今は一旦いいか。ごめんなさい、捨てましょう。捨てて呪いのベルトとやらも。防具だろう？装備。ロトの剣じゃん。呪いのベルト、何なんだ？でもせっかくだし。そんな、何？呪われちゃった？
怖い、やめてよ。何、体から外せない、呪われちゃったよ。こんなに頑張ってきたのに。何、死ぬの。この BGM 軽快だけど怖いね。ドゥン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 っていいや。死なないの。何、呪われたんですけど。まあいっか、よくわかんないから。ドゥン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 って、もういいよ、もうやめてくれよ。で、オッケー、呪われてんだこっちは。死神お前のせいか、お主のせいでござるか。まあ、とりあえず宝箱ゲットしたし、もう竜王の城も探索し尽くしたってことでいいか、いいのか。死神よ、死神ちゃんよ、また会おうや、あの世で会おうや。呪われてしまって大丈夫か。呪いのベルトつけたらもう勝てないとか、そういう呪い。そんな言っといて、言っといてくれないとすぐつけちゃう。落ちてるものすぐつけちゃうし、落ちてるもの何でも食べちゃう子なんだから、この勇者は。よ、死神が多いな。逃げれる。逃げれた。中庭出て竜王のお部屋お邪魔させてもらえますか。ほい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 、さっきとは違うぜ。なんてったって呪われているんだからね。呪いがずっと引っかかる。今夜寝れないよ。呪われてんでしょ。呪いを解いてくれる人いたな、町に。お前が呪われたらここに来るがいいみたいなこと。入って急に来ない、急にドーンって来ない。来たな。ちょ、セーブしとくか。王女の声は聞いとく、聞いとこう。これが最後かもしれないからな、ローラ姫。もうちょっとでレベル上がるな。うわ。せっかくだからもう、ワンランク上の男になるか。465でレベルが上がりそうなので、それまで。ほら、お前を狩らせてもらっちゃうよ。すごい、竜王の城でレベル2つぐらい上がったね。上がっちゃったね。しゃ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 、ありがとな、死神ちゃん。レベル22。しゃ。もういいでしょう。もうこれだけ大きな男なら大丈夫でしょう。オッケーオッケー。よしよしよし。行くか。そうだな。回復だ。薬草でまず回復しておく。うん。いいよ。全開になるかな？オッケー、オッケーオッケー。体力マックスで。んで、セーブよ。そこでセーブね。参りましょう。はじめましてですね、竜王さんよ。来たよ。後ろからさ、首スパーンって跳ねちゃったら早くない？何もないのか、ここにもいるのか。大魔導、大魔導やめてくれ。ちょっと体力温存しておきたいよ。話しかけちゃっていいのか、話しかけなきゃダメなのか。話しかけずにもう不意打ちで刺すとかはしないよな。行こう。竜王さんよ、よくぞ来た。山神よ、わしが王の中の王、竜王である。わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。余裕そうじゃないですか。見くびらないでいただきたい。もしわしの味方になれば、世界の半分を山神にやろう。マジですか。いいんですか。どうじゃ。なにこれ、ちょっと。入って行ってみて。いやダメだろ絶対。うわぁ、だって世界半分って結構大きいよね。いやー、好奇心に勝てない。ここまで頑張って味方になっちまうか。よろしい。ではわしらの友情の証としてその剣をもらうぞ。ロトの剣か。ダメだ、目を覚ました。そうだよ、世界の半分がなんだ。この剣をお前に渡すわけにはいかない。僕は勇者ロトの血を引く者だ。どうした、世界の半分を欲しくはないのか。悪い話ではあるまい。まあね。世界の半分か。いやダメだよね、戦わないと。お遊びは終わりだ竜王。ではどうしてもこのわしを倒すというのだな。このまま仲間になるバッドエンドもあんのか。いやでも倒しにここに来たからな。目を覚ませ、目を覚ませ。愚か者め、愚か者め、どっちがだよ。うわー、竜王こんな顔し、竜の杖ついてる。
こんな感じなんだ、竜王。うわ、じゃあ、クソな顔して、行こうか。参ろう、山神ちゃん。呪文で攻撃呪文どう？ベギラマ。ベギラマを食らってもらおう、炎はドゥ。どうだ？あ、効かないんかい。ごめんなさい。ごめんなさい。回復しようってからに。じゃあもう普通にポコンポコン攻撃で、行くしかないか。どうだ？どんな感じだ？え、何こいつ、めんどくせえな。すぐ絆創膏を貼るじゃん。すぐそうやって、過剰摂取、過剰摂取、鎮痛剤の過剰摂取で死になさい、死になさいよ。これ終わらんじゃん。え？いやでも、どうだろう、僕の攻撃とそっちの回復は、どっちが数字大きいんだろう。意味なくはないか、この攻撃。攻撃はしてくるね。まあそんなもんか、そんなもんか。今だ。いや、回復、どうだ？あ、攻撃してくるね。はあ、もうダメだね。ちょっと僕もベホイミしちゃうから。ベホイミ返し。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。相手そんな強くないよ。そんな強くないよ。今いけるよ。こうするしかないもんな。いいよな。攻撃で、攻撃し合って、殴り合っていこう。これが河原だったらな、俺たちは親友になれる気がするけどな。いやー、どういけ、まだいける、まだ攻めれる。回復しとく。いや、攻めよう。攻めちまおう。へぇ。ロトの剣、ああ倒した、倒したじゃん、やった。なんだよ。おい、いい、世界の半分なんていらない。勇者になれば世界の全部が僕のものだ。独裁者。竜王の姿が次第に薄れていく。こんなもんか。こんなもんかは失礼か。楽しかったぜ、竜王。おーおーおー、消えた。消えた。あ、なんと、竜王が正体を表した。想像以上にドラゴン。こっちが、本物の姿。第二形態あんの。う、うわー、強そう。こいつかっこいい。かっこいいぜ。いや、一発即死とかするかな。いや。いや、こいつにも結構、結局、ロトの剣をぶっ刺していくしかないか？どうだ？どうだ？ま、いや、激しい炎、危な、危なかった。やだも、やだも、本当に、ベホイミ、ベホイミのターン。いや、HP100 ないと結構厳しかったりします？ちょっとお待ちください。いや、いやー、だって火吹くやつにな、火やっても。ベギラマはやっぱり、効かないかな。攻撃だ、攻撃だ。大丈夫。大丈夫よ。38しか効かないよね。うわ。もう一回呪文はやっとこう、やっとこう。やっとこう、やっとこう。さあ、死ぬわけにはいかないのよ。死ぬわけにはいかないのよ。これ怖いね。俺、激しいね。今夜も激しい。いいよ！こういう時に出すのが本当の勇者。会心の一撃最高だぜ。いける。このまま行こう。いいよ。いいね。ああ、長いね。いや、回復だ。回復はしとこう。いいよ。いいペース保ってるよ。激しい炎じゃなければそんなに削られないな。今だ。まだだ、長いね、怖いね。ちょっとドキドキするね。ドキドキするよね。いや、激しいの、いやー、ちょっと待って。あ、倒した！やっつけたでいいんだよな。第三形態はないか。竜王。山神は光の玉、光の玉を竜王の手から取り戻した。光の玉をかざすと、まばゆいばかりの光があたりに溢れ出す。ふわーい！倒したぜ、国王様！この光でモンスターたちを封印できたのか、世界に平和が戻ったのだ！やったのだ！お花が咲いてるのだ！毒があった場所にお花が咲いてるのだ！わー！もうモンスターは襲ってこなくなった。あ、花が、いや、お花さんを踏んじゃうことはちょっと忍びないけれども、通させてもらうよ。わ、すごいよ、勝ったよ。キャー。で、あ、王様の元を戻ればいい感じ、いいですかね。じゃあ呪文で合成に使っちゃいますか？お城に帰れる、ルーラ。はい。いやー、楽しかったな、竜王の城な。ふい。ふい。で、ここで、なんか、兵隊さんっていうか、あれがいないね。門番みたいな人が。
どうどうどう、俺戦って勝ったよ、勝ったよ。ついに竜王を倒されたのですね。ええ、わかりますとも。見てください、この世界の清々しさを。これは、世界に再び平和が戻った証。ありがとうございました。どういたしまして。少年、ほら、俺に憧れるか？お兄ちゃんがあの竜王をやっつけたんだよね。すごいや、すごいや。作文に書け。勇者山上みたいなかっこいい男になりたいですと。うん、安心して遠くの町にも商売に行けます。自由が訪れたわけだね。いいねいいねいいね。お、このレッドカーペット、僕がセンターを歩いちゃっていいんじゃないか。うわーうわうわ、一人一人話せる。うん、ありがとうございました。はい、あ、早く王様の元へ。王様が降りてきてるじゃないか。ローラ姫はどこだ。ローラ姫はどこなんだ。うん、あの竜王を倒してしまうお方がいたとは。あなたこそ誠の勇者です。へー、全員から褒められたい、称賛を浴びたい。万歳、勇者山上万歳。せかすなって、王様のところには行くからよ。見てください、竜王の島の上の空があんなに澄み渡って。本当にどうもありがとうございました。一人でやってのけたんだもんな、すごいよな。おら王様。おう山上、すべては古い言い伝えのままであったですね。でも勇者ロトはさ、空から降ってきたとか言われてなかった？ロトぐらいになると空も飛べたんですかね。すなわちそなたこそは勇者ロトの血を引く者、そなたこそこの世界を治めるにふさわしいお方なのじゃ。お、政権交代？僕が国王になっちゃっていいんですか？どうじゃ、このわしに代わってこの国を治めてくれるかな。まあ散々言いましたけど、あなたに喧嘩は売ってきましたけど、僕は国王って柄じゃないっすよ。本当に王冠譲るって言われたらひよっちゃうタイプ。しかしあなたは言いました。おい、断る？山上ちゃんのセリフ。いいえ、もし私の治める国があるなら、それは私自身で探したいのです。何これ、かっこいい。もし私の治める国があるなら、それは私自身で探したいのです。譲ってもらうものじゃないってことか。なんだ、かっこいいな山上ちゃん。そうか、そういうことならもう止めまい。山上よ、気をつけて旅立つのじゃぞ。ああ、待ってくださいませ、ローラ。お別れか、ローラとも。そのあなたのためにローラもお供しとうございます。このローラも連れてってくださいますね。そんな危険な旅だぞ。このままお城にいた方が優雅な暮らしができるっていうのに。そこまで言われちゃ仕方がない。そこまで強くも言われてないけれども、連れてってやるか。嬉しゅうございます。さあ山上の新しい旅立ちじゃ。おーおー、あ、また抱えて。終わりました。なるほど、こういう物語だったんですね。いやー、楽しかったな。なんだ、まあ、最初は右も左もわからなかったけども、自分で謎解いたりどんどんレベル上げていくと、本当に強いモンスターを倒せるようになったらガッツポーズしちゃいましたもんね。いや、大人になってこんな達成感が得られるとは。これで勇者の物語が始まったわけか。エンドロール、うわー楽しかった。マジでワクワクしたもんな。 RPG の代名詞ドラゴンクエストの冒険の始まりをやっと学ぶことができました。こういう物語だったんですね。シリーズ作品としてこの後も続いていくと思うけど、2とか3とかは勇者山上の自分が治める国を探す物語だったりするの。いや、気になるな。最初はさ、スライムしか知ってる単語がなかったけどさ、もう覚えちゃったからね。ラリホーとか、ラリホーとかね、日常生活でも使っていこうと思う。すげえ痛いやつ。教養の部分もあるじゃないですか、ドラクエの話っていうか。ドラクエで例え話をされた時にさ、今まではポカーンだったけど、これでみんなの会話に乗っていけます。お前それドラキーマじゃねえかみたいな、そんな。どういうこと、そんなツッコミする人はいなかったけど、それぐらい日本人に根付いてるって話ですよ。もう言わせない、 RPG を知らないとは言わせないよ。いや、ドラゴンクエストのこのナンバリング作品、最新作はどこまで続いているんだ。11ありますよね。
やっと初代が終わった私、この先もたくさんの冒険が待っているので、それもこんな感じで実況で一緒に遊べたらなって思います。基礎中の基礎なんだろうね、今回のこの1の冒険っていうのは。覚えましたよ、 RPG。 コツコツレベルを上げて高い武器を買う、それですね。ありがとうございました。エンドロールそろそろ終わっちゃいますかね。ドラゴンクエスト1986年かね、だいぶ先輩だ。ありがとうございました。ジエンド。ベラベラ喋っちゃいましたが、感想はあんな感じです。もう言い残すことはないね。よし、ドラゴンクエスト実況プレイ最後までご視聴いただき、本当に本当にありがとうございました。気になったんだけどさ、竜王の仲間になったらバッドエンドなのかな。ちょっと気になるので、その結末も見ちゃうか。ほれ、さっきぶりだな竜王。お前の味方になってやらなくもないぞ。わしの味方になるか。はい、友情の証としてその剣をもらうぞ。もう僕たちは親友ですね。山神や、ロトの剣を竜王に差し出した闇落ちパターン。ほうほう、すでにこの剣を手にしていたか。あなたの城の地下室に忍び込んだことは目をつむってください。しかしもはやどうでもよいことじゃ。ではわしからの贈り物を受け取るがよい。山神に世界の半分、闇の世界を与えよう。わはははマジモンのバッドエンドじゃんか。うわ、これで終わり。王様とローラ姫を裏切って、やどや。うわ、そういうこと。夢落ちパターンか。昨夜は随分とうなされていたようですが、何か悪い夢でも見ていたのでしょう。ではどうかお気をつけて行ってらっしゃいませ。夢落ちになるんきゃい。え、道具、あ、剣持ってた、あぶねえ。あ、夢だったよって。あ、何回でもやり直させてくれるんだ。そうかそうかそうか、こういうパターンでも遊べるわけですね。なるほど、大満足です。夢落ちだったそうです。はい、あ、リムルダールまで飛ばされちゃったわけ僕。あ、